それにしても漂流村もだいぶ賑やかになってきたよな。いろいろな奴らに協力してもらえるようになったし。そうですね。どうしても好きになれない方もいらっしゃいますが。お、誰のことだ？わかった、カーランのおっさんだろ。あなたね。ジョーちゃんは人が嫌いか？そんなわけ、だいたい今のあなたが。自分と違うって理由でいつも人に腹立ててやしねえか？そうかもしれません。でも最近気づいたことがあります。世の中には様々な立場の方たちがいて、それぞれ違うものの見方や信念がある。だからこそ争いが起きるし、逆に理解し合えたり協力することもできる。お互いに違う人間だからこそいろいろな可能性があるということを。俺たちもどんな関係になるかは俺たち次第ってわけだな。お、ヒュンメルの口からそんな言葉が出るとは意外だな。だがその通り。だからこそ世の中面白いんじゃねえか。ええ、気づいてみるとなんてことのない話ですが、私はいろいろなことを分かったつもりでいただけなのかも。そうやよ、ジョーちゃんみたいなお嬢様がなんで一人旅してたんだ？それは女性の心情を根掘り葉掘り聞くなんて失礼この上ありません。さあもう寝るといたしましょう。子供扱いしないでください。お前ら感謝しろ。お、なんかあるぞ。よし、確かにこの辺りへ逃げ込んだと思ったんだがな。バロ、気のせいだったか。あれは漂流者だと思うのですが、私には見覚えがないですね。お、こっちへ来るぜ。
礼な方ですね。いきなり何を。違う、お前たちじゃないな。こっちの話だ。あんた一体。俺はロムン帝国軍の憲兵団に所属するエアロンだ。言う時もあるのですよ。というかヒュンメルはいつも当然のことを言ってる気もするな。おや、何かありますね。切り立てくれた。まともだ。Thank you.
や。
ありがたく使わせてもらうとしよう。さあさあ、戦闘開始だ。ここを通すわけには参りません。状況連絡、状況連絡。ゼロ、ゼロ。どうか受け取ってください。ちょっと待ってて。待ってな、もう壊されんのよ。大丈夫ですか。盛り返すぞ。皆さんすごい気を引き締めて。これがディナ様の実力よ。ほう、お見事です。油断は禁物です。なんとか立て直さない援護してあげるわ。ちょっと待ってな、もう壊さないんだよ。見事なものね。皆さん、あと一息です。聖国の神よ、我らに癒しよ。大丈夫か。さあ、一気に蹴散らすぞ。大丈夫ですか。
んとかお役に立てたようだ。はっ、大したもんだ。やったな、みんな。あ、お疲れ様。上出来ですね。大したもんだ。身に余る光栄だ。素晴らしい結果ですね。すごいじゃない。お見事です。